やるし。そうなの。金沢のクラッシャー。新上田救命医。愛まみえる。ホークジムから株式会社トムロ代表取締役高見50歳。3つの会社を経営し、野球部を創設、業績を V 字回復させた。狙った獲物は逃さない男。行ってくるぜ。ハヤトジムから救急救命医クレイジードクター沢井43歳。日本の救急医療を支えるスーパーゴッドハンド。どちらもフォア戦績3勝1敗。ライフォアのベルトをかけて試合をしたいのでよろしくお願いしたいと思います。高見選手63キロタイトル出てお互いバチバチやりましょう。63キロタイトルへ最強を奪い合え。クレイジードクター沢井 VS 高見。それではただいまより本日のセミファイナル第10試合63キロ契約1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー172センチ、 62.7キログラム、 ホークジム所属、50歳、株式会社トムロ代表取締役高見。赤コーナー179センチ、 62.4キログラム、ハヤトジム所属、43歳、救急救命クレイジードクター沢井。さあ、ライズボア第10試合63キロ級の試合でございます。こちらも実況私トンペ、そしてですねこちらゲストには高橋凛さんに来ていただいております。凛さんよろしくお願いします。高橋凛です、よろしくお願いします。お願いします。いや凛さん、この試合も楽しみな試合、はい、いや63キロ級すごくないですか。いやすごいですよ ね、 すごいですよね。ここ層が厚いですよね。いや厚いですね。しかも皆さん本当にいい選手ばかりで、そうです。しかもこのお二人は、はい、ライズボア第1回大会から全部参戦してる選手ね。うわ、もう皆勤賞の。そうなんですよ。いやもう高見選手の強烈な右のパンチが入っている。音ねえ、ボディの音が。一方クレイジードクター沢井選手もリーチを生かして膝、ね、前蹴り膝蹴りと、ね、今いやうわ、どうなっちゃうの。いやもうこれ、ね、もう始まってまだすぐなんですけどね。なんかもうお互いフィニッシュブローを打ってますよね。そうですね。うわもうこれ息するの。高見選手が終わった、終わった。 KO だ、 KO。 え、何が起きました。クレイジードクター沢井選手がここで高見選手を倒しました。いや鳥肌、ね、なんかまだ両者のなんかバックボーンとかも喋ろうと思ってる前に終わりましたよ。そうですね、本当時の流れが早すぎて。いや、いや高見選手もね、もう毎回面白い試合してくれますから。本当ボアってなんでこんな面白いんですか ね、 ね。いやおもろいですよね。これプロにも全然負けてないですよ。負けてないですね。あとやっぱ時間が限られてるからそこに精一杯出そうっていう選手も多いと思うので、はい、そうですよね。そこでもう第一ラウンドから激しく、いや文字通り今もう本当にまず数秒ですよ始まって。本当、え、な何秒でした。いや、いやすごい試合でした。いやこれはもう、いやしかもドクター沢井さん、ね、ドクターですから、相手の方怪我させてしまったけど、ぜひこの後ね、はい、治療していただきたいですね。いやそうですね、どっちもできちゃうの。マイク聞いてみたいと思います。なんか一応ゴッドハンドってご紹介いただいたんですけど、僕手術は全くできません。で
できへんのかいできなかった。やるんかなと思った。対戦していただいた高見選手、ね、あの石川からいらっしゃって、多分あの、まあ、震災あって、あのすごい大変な環境で今日していた試合していただいて、あの本当にありがとうございました。で、まあ、僕これで軽量級はあとおやちぐらいか、おやちいるか分かんないけどまあ 57.5 でもいいですし、60でもいいですし、63でもいいんで、今ライズバーの僕ずっとライズノバで育ってライズしか出たことないんですけど、今このバーのリングに K1 マスターズさんとかナイスミドルさんとか他のリングからどんどんみんな来て盛り上がってバチバチやっていけばいいと思いますので、ライズボアが最高のリングにできるようにこれからも頑張っていきますので、今日はありがとうございます。わざわざ来ていただいてありがとうございます。いやー、リーさんマイクもしっかりされてますね。そうですね、すごい聞き取りやすく分かりやすく、ね、さすがドクター。いやただね、やっぱりこのプロの方でも、はい、ライズと K1 今対抗戦ありますけど、そうですね、今回はねボアもうね、その K1 さんとかのジムから来る可能性ありますから。いや、そうですよ ね、こういうつながりこれからもね、すごい楽しみに。いやキックの未来明るいなと思いました。本当に、いや、もっとこの試合話したかったんですけど、本当ですね、あっという間に終わりましたということで、リンさんこの試合ありがとうございました。ありがとうございました。